スターウォーズシリーズスターウォーズ登場組織一覧銀河、帝国銀河帝国の国旗銀河帝国の国章銀河帝国はアメリカ映画、スターウォーズシリーズに登場する国家。首都はインペリアルセンター。映画をはじめとする関連メディアでは共通して国家テロリズム、非人間種族への差別、戦力投射、工場的な恐怖による支配を行う。 独裁国家として描かれている。貿易摩擦をきっかけに発生した、通商連合による惑星ナブー占領を受け、女王パドメアミダラは、ジェダイのクワイガンジン、オビワンケノービの助力を得て、銀河共和国元老院に実情を訴えるが、硬直した、官僚性に阻まれた、元老院は事態を解決することができずにいた。ナブー選出の元老院議員シーブ・パルパティーンは、 パドメをそそのかし、彼女は事態を打開するため、最高議長、フィニーズ・バローラムの不信任を同義する。不信任の可決に伴い議長選挙が実施され、パルパティーンが同情票を集めて、最高議長に就任する。パルパティーンは、シスの暗黒教、ダンスシリアスとして、水面下で、共和国のっとりの陰謀を進めていった。通称連合を操って、 ナブーを侵略させたのも彼の仕業だった。パルパティーンは元ジェダイマスターのドゥーク伯爵をダークサイドに転向させ、続けて独立政権連合を組織させて通称連合、コマースギルド、企業同盟、テクノユニオン、インターギャラクティック銀行グループなど主にエイリアン種を中心とする有力なエイリ企業や国家勢力を取り込んで、 共和国に対対するる敵対行為を始めさせるまた、同時に、ドゥークーのかつての親友である、ジェダイマスターのサイフォディアスとも密かに接触し、彼の名で、クローン軍を惑星カミノに発注させ、直後に、ドゥークーにサイフォディアスの暗殺とクローン製造に対する決定権の集奪を命じた。ナブルの危機から10年後、元老院は、 共和国からの分離を求める独立政権連合の脅威に対抗するため、パルパティーンに非常時体験を与える。彼は銀河に平和が戻った後に体験を返上すると、公約した後、独立政権連合と戦うための軍隊の創設を宣言し、クローントルーパーを主軸とする共和国軍に改戦を支持する。これにより、クローン大戦が勃発し、 パルパティーンは対戦を通して権力を拡大していく。一方、ジェダイのメイスウィンドゥやヨーダは次第にパルパティーンに不信感を募らせ彼がシスと繋がっていることを疑い始める。パルパティーンは妻、パドメを失うことを恐れるアナキンスカイウォーカーを誘惑してダークサイドに引き込もうとするが、アナキンの報告によりパルパティーンの正体を知った。 ウィンドゥたちは彼を逮捕しようとする。しかし、ウィンドゥたちは、アナキンの裏切りに愛全滅し、パルパティーンは彼を新たなデシダースベーダーとして、迎え入れ、彼に、ジェダイ聖堂にいるジェダイたちを粛清させる。同時に、パルパティーンは、クローン兵に向けて、オーダー66を指令し、銀河計画地に分散していた、ジェダイの騎士たちを粛清する。 パルパティーンは緊急議会を招集して、ジェダイの反乱を報告し、国家の再編と平和を実現するため、銀河帝国の成立と自身の皇帝即位を宣言する。帝国成立の直前、パドメやベール・オーガナ、モン・モスマなど一部の元老院議員は、パルパティーンの戦争を危険視し、彼に対抗するための会合を開く。帝国の成立とパドメの死後、 オーガナとのスマは帝国の支配に対し表面上は標準の姿勢を表明することで弾圧を免れつつも水面下では銀河計画地で散発的に展開され始めた帝国への反抗活動に対する支援組織の結成に向けて動き始めた。この活動はおよそ20年という歳月の間に勢力を拡大し反乱同盟軍として結実。 帝国に対し、本格的に反旗を翻す。帝国はこれらの反乱運動に軍を投入し、鎮圧を図ろうとしたが、やがて秘密裏に建造されてきた、デススターが完成すると、パルパティーンは、同盟軍を支援する、元老院を解散し、グランドモフウィルハフターキンは、オーガナの故郷、オルデランを、デススターで破壊する。しかし、デススターは、 同盟軍基地のアルヤビン第4衛星への攻撃直前、ルーク・スカイウォーカーたちの活躍によって破壊された。パルパティーンは、同盟軍を壊滅させるため、新たに建造した第2位デススターに同盟軍を誘い込み、その最中にルークをダークサイドに取り込もうとするが失敗する。彼は、利用価値のなくなったルークを殺そうとするが、 息子を助けようとするベーダーの裏切りによって殺され、第2デススターも同盟軍によって破壊される。エンドアの戦いによって、パルパティーン以下帝国軍の帝徳の多くが戦死し、帝国は弱体化する。パルパティーンを失った帝国は内部分裂を起こし、各地の総督や帝徳による派閥が形成され、勢力が縮小していき、エンドアの戦いの1年後に行われた、 弱の戦いで大敗。その後、新共和国との間に銀河協定を締結して共存体制が確立する。しかし、その代償として莫大な賠償金と大幅な軍縮を強いられ、一般的にはこれをもって帝国が国家としての求心力を完全に喪失したものと認知されるようになった。皇帝、パルパティン、ダーンスベーダー。 インペリアルガード聖子とは異なる、非聖子での、ジェダイの帰還以後を描いた、スピンオフでも、有力な帝徳たちによって割拠した、帝国は、同盟軍やその後ろ身である、新共和国軍によって撃破され、新共和国との間に講和を結ぶことになる。ジョージ・ルーカスは、銀河帝国を、ナチス・ドイツに模して作り上げている。ナチス・ドイツと同様に、帝国は、前進となる。 民主政体を解体して絶対的な権力者個人により統治される独裁国家として描かれている。帝国は全体主義体制を敷き国家を強大な軍事力と暴力によって支配している。機動不評ストームトルーパーの名称はナチスの突撃隊に類似しているという指摘もあり、ダンスベーダーの黒子は親衛隊を彷彿とさせるという指摘もある。 また、帝国軍将校の制服は、ナチスや19世紀のドイツウーラン、軍母は、ドイツやオーストリアのものと、類似している。ナチスドイツの他に、ソビエト連邦の要素も含まれている。ルーカスは、ジェダイの帰還で、第二デススターに、パルパティーンが到着したシーンの帝国軍の整列は、メーデーにおける、ソ連軍のパレードを意識していると述べている。また、ルーカスは、 ウォルター・マーチとの会話の中で、ベトナム戦争におけるアメリカや映画制作に取り掛かった、当時のニクソン政権の要素も含まれていることを認めている。パルパティーンの権力掌握の過程は、ガイウス・ユリウス・カエサル、アウグストゥス、ナポレオン・ボナパルト、アドルフ・ヒトラーと関連付けられている。彼が元老院を掌握して、皇帝を名乗る姿は、アウグストゥスと重ねられている。 アウグストゥスもローマ軍の全権を掌握し、元老院から支持されて皇帝の権威を合法化している。また、パルパティーンとベーダーの関係は、ヒトラーとハインリヒヒムラー、または、ヨシフ・スターリンとラブレンチー、ベリアの関係を申しているとされる。ありがとうございます。